疲れ様です。お疲れ様です。今日は何ですか？今日はハーバーフリートに行く。なぜかっていうと積載工具を買いに行きます。はい、はい、姉さん事件です。はい、じゃあ行きますか。はい、まあ、まーす。はい、着きました。ハーバーフリート。どう？気分も。いや、何も分からんけ。何も変わらんのも別に。そんな興奮せんの？ハーバーフリート。本当？俺いつも興奮するけど。そう。楽しい。そう、そうだけど。ハーバーフリートはね、安いんよ。そうなん。そんな大きい工具とかはあんまり買わないけど、消耗品とかよく買いに来る。めっちゃ安いの。右から回る。それなんか一ずっと回っていく感じ。そりゃそうだ。そうなの。うん。まあここら辺は大きい小部屋。エアツールとじゃあ足そうか。サンドブラストあるし、インパクト、掃除機も、超音波もある。超音波。安い。今日本で流行ってるらしい。超音波で汚れを落とすやつ。うん、いっぱい持ってる。2個もある。邪魔ないの。この辺エアツール。トレラツール。この辺も選んだ。まあ、車載工具だから、なんて言うんだろうな。俺が思うに、出先で買えれるのは、レギュレーターぐらいまで。うん、レギュレーターがもう何か分からんけど、まあ、明日で教えてもらいます。はい。まあ、ハンドツールやね。ハンドツール見に行くか。この辺は草刈り機とかね。草刈り機買ったよ。うん、買った。水の洗うやつも買いに来た。ここだな。まずはここや。うん、ドライバーと六角やな。はい、行き過ぎや。どう？どっちがいい？こっちがいいのか。ん？ん？どれ？ん？どれ？これもある。あ、これあれもある。フィックスレンジもある。どれがいいのかな。どうだろうな。安いし、これでいいんちゃう。これでいい。多分そんな大きいの使うの。使えんのかしら。使えへんの。え、これ何？これスケール。ん？これマックさんやつじゃん。うん。これマックさん。うん。マックさんか。すぐなくすんよこれは。うん、一本なくなるんよ。まずは六個かね。いっぱいある。安いね、やっぱり。安い。うん、安い。でも値段知らんから何とも言えない。あとはプラスマイナス。プラスマイナス。いろんなビットが入ってて、うん、でこの普通のやつも入ってる。なるべく物は少ない方がいいし、うん、重くない方がいい。プラスとかこれとかだとさ、プラスとマイナスとこの大きさがあるんだよ、うん、何番何番ってさ、この大きさね、うん、これは大きいのとちっちゃいのがあるんだけど、うん、つないでいっぱい揃えていかなきゃいけないんだけど、これだったら1個で大丈夫。しかもラチェットがついてるし、うん、カチカチってしたら、うんうん、普通の、まあ、締める方向と
締めない方向とカチカチいける、うん、でもこうクイックイックイって回すだけで回る、うん、あね、うん、はい、はい、なんだろうな、ではレンチかな、レンチはあった方がいいね、ちょっとレンチくらい、こっちこっちこっち、いらんかった。ハンマーとかいらんもん。ハンマーとか持ってねえの、運転手。うん。お、あれとあれと。あ、フライヤーも持ってた方がいいと思う。うん？挟むやつ。こんないいのじゃなくていいんだと。本当はこのカリカリがいいんだけど。ちょっと高いけど。どうする？メガネじゃなくてコンビネーションの方がいいと思う。メガネ？うん。両方丸っこいのになっても、うん、かコンビネーション開いてるスパナとメガネ。いいと思う。うん。よく使うのは 3/8 16/7 1/216/9ぐらいまでかな。バイクに、そのバイクによって違うな、うん、さっきのバイクは、まあ、言うなら8/5とかもいらんかもしらんけど、これは8/3、うん、なんかちょうどいいと思うよ、この辺で、うん、あとは一個モンキーもアジャスタブルレンチも一個持ってた方がいいと思う。どうだろうな、このぐらいのサイズなの。一番太いのは多分アクセルシャフトかな、うん、アクセルシャフト変えるときある、タイヤがパンクしたときに。まあ、でも店にはあるからそれはいいや、買わんね、うん、もったいないから、うん、いっぱいある、いっぱいある、売るほどはないけど、ね、工具持ちが本当はこんなんもあったらいいけど、でもそれにくっついてる、基準器全部、全部とかある程度、うん、そんな使わないからね、そんなに使わない、こんなにいっぱいは使わない、うん、これなんか、これなんか違うやつ、プライヤー見に行く、うん、プライヤー、こっちめちゃめちゃあるんよ、プライヤー、まあ、プライヤーもあるけどね、うん、うん、大きくなりすぎないぐらいで、どうだろうね、ラジオペンチの方がいいんじゃないかな、一個積載工具で選ぶんなら。ラジオペンチってこの、あの先っぽが細いやつ、うん、そういうやつで、これは大きく掴めるやつ、ちっちゃいけど大きく掴める、うん、これはこれもなんか強く掴めるやつ、うん、これはちょっと曲がってるとか、うん、これニッパーね、うんうん、これがいいと思う、うん、本当はバイスプライヤーとかも持ってた方がいいけどね、ん？ん？なんかね、そのトラブルがある、あればあるほど工具が増えていくん、だから初めは苦労してくれ、でどこまで直すかだからね、手先でパンクまで直すのか、うん、プライマリー開けるのか、そこまで知らしたらもう私バイク組めそうやん、そう、うん、大丈夫、もう私には専用メカニックついてるし甘いのめっちゃ甘えるやん、専用あれでしょ、専用
トーイングカンパニーおるから。トーイングカンパニーおるめっちゃピックアップこさせん。でも師匠のピックアップもアリゾナまで行くんだろ。うん、行く行く、ね、じゃあ私のピックアップしてみよう。あとタイラップもいるけどね。タイラップもうちにいっぱいある、まだいっぱいある。うん、なんでこれがいいの。いろんなものが落ちたり壊れたりするよ。あ、ね、うん、あら、あったらいいと、本当はこれとワイヤー、ワイヤー、うん、なんかステンレススチールのワイヤーとかがあったらいい、うんうん、ライトとかも持ってる、持ってる、うん、まあ、今携帯があるからね。このブラシとかいらんな、うん、行く。手袋あるしね。手袋はあるの、面白い、うん、手袋あるし、電気、電気、ん、ライトもあるし、いい、パズルいらん、パズルっていうか、ね、なんかこれプラモデルみたいなやつ、木モデル、大丈夫、いらんの、組み立てていい、タツノオトシゴ作らんでいい、間に合って、ちなみにこのハンドクリーム、サタも紹介してたよ。知らん、サタじゃない、あのなんとかこう、高野倉さんのとこ、高野倉さんとか、待ってこいよ、そうそう、高野倉さんってどこ、何やったっけ、あの行ったやん一緒に、うん、何やったっけ、ナンバの、うん、名前忘れた、名前忘れたね、うん、あそこの人をめっちゃ紹介したけど、これめっちゃいいです、私もめっちゃ使う。めっちゃ使う、めっちゃいい、使ったことある、まあめっちゃいい、これ傷治る、え、マジで傷治る、すぐ、私めっちゃ手荒れすんねんけど、美容師だからさ、これ使ったら無事ですぐな。どうぞ、待ってまいよって言わんの。分からへん、宣伝したやろ。あ、そういうことね、うん、その場面を全然知らへん、ほんと、これまた入ってくる、お、いいじゃん、ウェディングテーブルが入ってる、ずっと売り切れやったから、うん、もういらん、2個持ったの、何でもいいよ、何でもいいよ、安いハンジドンもあるし、ワイヤーいらん、ワイヤーいらん、ワイヤーもあるよ、あるか、うん、そんくらいかな、うん、うん、旅行あるぞ、いくらだった？クーラーはガスが抜けたよね、今。これか、うん、じゃあお会計しますか、はい、はい、隣の弟が来ました。工具的にはこっちの方がハイクオリティーやけどね。そうなの、うん、まあ、車やね、うん、幅フリートはめちゃくちゃ安いんよ、何が、俺は嫌いなんや。邪魔なんや、ゆらゆらするやつ。ありがとう。イエーイ。うん、正解。やだ。あ、ミッキー。ミッキー可愛いじゃん。ミッキー倍数じゃん。
ミッキー買ってあげんね。ほんと、やったー。めっちゃ買ってもらえない。どうしたの。あげた。全然残らんだ。いや、もういい。カード。これどうしようかな。なんかもうアルバイオで何ニューカー、アルバイオの匂いがいいんだけど。なんかリッキーチャンネルのあのパンティ買ってあげたらいいじゃん。日本やんか、どこか。日本海外発送 してるんじゃないの。発送してもらうんやから、こっちで売ってんちゃうって思っちゃう。まあね。色違い？色違い？はい。ありがとう。はい。買ってきました。はい。何アピールの？これに入れようと。はい。はい。せっかくもらったんでね。はい。はい。早速入れていきます。はい、入れていきます。開封動画でしょ。まずは、はい、ハーバーフリートで買ってきました。イエーイ。ふずぐ。マジでやめた方がいいと思うよ。怒られるな、本当。おかも見ないやけど。レンチね。レンチ、はい、うん、レンチです。コンビネーションレンチ。コンビネーションレンチです。はい。はい、なんか止まってた。止まってた。これ使う。ん？これなんかどれ使う？全部。全部使う？全部入れとき。全部入れる？そろそろ。せっかく買ったのに。反対に入れるけどね。メガネを下に入れるけど、まあでも好み、何でもいいよ。次は？これ。はい。全部入れてください。六角。うん。でしょ？うん。なんか袋みたいなの何？もうでしょ？ここに入れる。うん、もっとだよ。もっと？うん、レギュレーターとかコイルとかも持っていくから、うん、俺はレギュレーター、うん、コイル、うん、イグニションコイル、うん、ポイント、うん、コンデンサーくらいかな。そんな持ってんの？うん、あとタイラップとワイヤー、うん、あとツールラ。コンデンサーって何だっけ。あ、ちっちゃい電池。うん、こんなの持ってこい。ん？こんなの持ってこいやん、すごいね、うん。あ、もうどこまで直すかだね。出先で。はい。電池。ガジェット電池。
これも全部入れる？全部入れてくれ。使うの。何したいのそれで。これどこに入れるの？クッキー、ビットを外すんだよ。ビットをね。ビットどうやって外すの？ビットそれじゃない、あっちだ。これ？うん、それ一個一個が外れる。じゃあこれってこうやって間にこうやって入らんの？入らんのちゃう？なんで入れる必要がある？それだってその方がなんかこのままビット入れるなと思って。あ、分かんない。入るかもしれない。うわ、正解。あ、そうかも。でしょ？うん。正解。もう一個あるよ。これはちょっと、これもこうするの？抜くときたい。はい。部品とか持ってきました。はい。こんくらいかな。必要なの？大体どのぐらいだな、1日の範囲でツーリングに行けるところぐらいのツーリングはこのぐらいで大丈夫だと思う。え、じゃあ2日以降行ってる人、旅出る人をもっと持っとかなあかんってこと？もちろん。やばいよ。どっかもう諦めるか。そこで諦めるか。うん、諦めるっていうか、もうトーイングカンパニーを呼ぶっていう選択肢があるんだれば。熊本にいた時はもう行って帰ってくるまでがツーリングで、うん、帰ってこれなかったら笑われてた。あ、そうなの。うん、お前は仕事できんって、サバケンって言われてた、みたいな感じ。あ、増えたのは、これ高野倉。あ、高野倉のとこで買ったラチェットね。違う。高野倉のとこで買ったっけ、忘れたな。高野倉の名前しか覚えてない。うん、高野倉のところだった。フラグレンチね。はい。あの、それだったら、あの、さっき買ったやつ、うん、あれが使えるから、うん。うん。そっちの方が力がかかる。これ？うん。うん、と、うん、レギュレーター。黒の箱、はい、正解。レギュレーター、はい、イグニッションコイル。はい、これ3オームって書いてあるね。5オームがいる。間違えて持ってきちゃった。うん、ポイントだからゴーム。違うかな、うん、抵抗が違う。でコンデンサー、うん、正解。でポイント、はい、ポイント。でアジャスタブルレンチ、違う、それ、うん、今なんかちょっとごまかしたろ。これ取ろうとしたわ。これ、はい、でプラグ、はい、プラグ新品ね。で、タイラップに配線で、ワイヤー、うん、で、ワイヤーブラシ、ワイヤーブラシはプラグ掃除したりするときに使う、うん、で、これでバッチリです。ツーリング行けます。はい、じゃあちゃんと入れてバイクにくくりつけてください。はい、はい、入りました。コイルは入れてないけどね。うん、ちゃかったか。重くね。重いんよ。こんなんみんな持ってんの？どんどん重くなるんよ。どこにつけたらいいかな。フレームのがいいと思うよ。フレーム。うん。フレームにつけたらめっちゃ重くなるから。うん、まあね。はい。つけて。そんなドヤ顔されたの。ちんちゃん、そこでつけてたとこでいいんじゃないの。見せたいわ。
なんそれ。どう、どこまで行く、マリブ行く、マリブ行けるやろ、これ行っちゃう、これでマリブ行けるやろ、うん、マリブぐらい、マリブマリブぐらい行けるんちゃう、これ持ってたら、マリブローって言ったんじゃない、マリブローって言ったら、マリブローマリブぐらい行けるよ、これ、うん、こんな感じなの、みんなこんな感じなんで、こんなみんな覚えも持ってる、うん、さっきハンドルにつけるって言ったけど、ハンドルにつけたらもっとハンドルが重、ハンドルとかフロントが重たくなるから、うん、曲がりにくくなる。これはつけない、これはつけないけど、あのなんかちっちゃいブランドバッグをここにつけたら、うん、あれが出てる、超える、うん、うん、サングラスも入れれない。これはシートのタンデム、シートの上に乗っけた方がいいと思うよ。誕生日シート2人乗りのシートの上に乗っけて、うん、シシバーにこうくるくるって巻いた方が、うん、俺はいいと思う、バイクが安定すると思う。どうやってつけるの、ここに巻きつけ乗っけてくるくるする、これを、 そのためのシシバーだからね、うん、いやそれでもいいし、それじゃない、なんかもう一個バッグつけるとするなら、あのちっちゃいやつ、まあ、キャンプ行くときにとかは後ろの席に積んだ方がいいよ、うん、そりゃそうだ、そんな思いも前に乗せれないの、うん、そうそう、使い方わからない、なんなん、なんで、だいたい緩むところっていうのは決まってるけど、どこ、マフラーの付け根とか、マフラーのボルト、うん、あとは、まあ、スプリンがガチャガチャ言ってるからね、うん、あとはブレーキのロッドとかはフロントだけだけどね、うん、たまにチェックして増し締めしてあげたりとか、うん、ハンドル周辺も緩むし、うん、ぐらいかな、うん、まあ、たまに全部チェックしてやらないとね、チェーンも伸びるし、うん、ポイントもチェックして、うん、ギャップも測らないといけないし、うーん、そのくらいかな、できるかな、急に止まって、うん、教えてあげますよ、お願いしますよ、一人前になってください、バイクは継ぐんだよ、私本当に乗っとるから、この大きく出たね乗っとってくれ、美容師しながら美容師して色塗ってバイク組み出すかもしれない、もしかしたら組んでくれ、手真っ黒にしてくれ、そんなんで美容師したくないけど、うん、それはそう、されたくない、されたくない、うん、はい、うん、また教えて、これ使い方、はい、わかりました、はい、積んでみた、はい、じゃあまた動画撮ります。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバーイ。